トマス・グローブナーは、グレート・ブリテン王国の政治家、1755年から1795年まで、庶民院議員を務めた。議会では、トーリー党に属したものの、1774年までの、投票における独立志向は強かった。その後は、ノース内閣を支持したが、やがて1782年3月に内閣に、見切りをつけると、首相ノース卿。 フレデリック・ノースは、政権が、もはや維持できないと悟って辞任した。1784年に、チャールズ・ジェームズ・フォックスと、ショーピットの和解を目指すセントー・オルバンズ・タバーン、グループを主導したが、和解を目指す交渉は、失敗に終わった。晩年に、奴隷貿易廃止に反対した。第六代順段シャクサーロバート・グローブナーと、j n、NO、ーの次男として、1734年3月に、 生まれた。1749年から1751年まで、ウェストミンスタースクールで教育を受けた後、1751年6月27日に、オックスフォード大学、オリオルカレッジに入学、1754年7月2日に、MA の学位を習得した。また、1750年には、インナーテンプルにも入学している。シティオブ。 チェスター選挙区の現職議員だった父が1755年に死去すると補欠選挙が行われ、グローブナーは立候補した。もう一人の現職議員が兄リチャードで、二人とも若かったため、グローブナーの選出に不平のつぶやきを漏らす者もいたが、グローブナー家のチェスターにおける勢力は強く、それに対抗できる候補がないままグローブナーは無投票で当選した。 その後、グローブナーは1760年に、チェスター市長を務めた。議会では、父と兄と、同じく通りーい党に所属し、1762年12月に7年戦争の予備講和条約に賛成した。しかしその後は独立志向を強め、グレンビル内閣期の1764年2月に、リンゴ酒税法の廃止に賛成票を投じたものの、一般逮捕状の発行をめぐり、 内閣に反対し、第一次六金が無効尺内閣期の1765年7月に、因子法廃止に反対票を投じた。以降1774年イギリス総選挙まで、独立志向が強かったが、アメリカ独立戦争が近づくにつれ、ノース内閣を支持するようになり、1774年3月に、ボストン広報に賛成するおおむね内閣を支持した。 この時期のグローブナーは性的にも尊敬されており、野党寄りのジングリッシュクロニクルが1781年にグローブナーを称えているほか、与党の中でも戦時大臣のチャールズ・ジェンキンソンがこのような時期においてグローブナーは注目すべき人物だと述べている。対米戦争の戦況が悪化する中、1782年2月22日、2月27日、 3月8日の3度に、渡って提出された、戦争継続に反対する道義に反対票を、投じたが、やがて内閣に見切りをつけ、首相ノース卿、フレデリック・ノースに対し、明日の採決には、内閣側で投票するが、これ以上戦うそぶりを見せたら、野党に回ると述べた。これにより、ノース卿は潮時であると悟って、辞任を決意した。続く、 シェルバーン伯爵内閣期の1783年2月に予備講和条約に賛成票を投じ、フォックスノース連立内閣期にチャールズ・ジェームズ・フォックスが提出した東インド法案に対しては1783年11月に反対票を投じた。この時期はフォックスとショーピットの激しい清掃が続いた時期だったが、グローブナーは セントオールバンズ・タバーンで開かれた会合の議長を務め、二人の和解を目指した。この事件からグローブナーら二人の和解を目指す議員は、セントオールバンズ・タバーングループと呼ばれた。二人とも話し合いに同意したが、フォックスが話し合いの前に、ショーピットの首相辞任を要求し、ショーピットが拒否したため、結局は失敗に終わった。同年の総選挙で初めて無投票当選ではなく、 対立候補を立てられたが、得票数1位で大差をつけて当選した。以降は、ショーピット派の一員になり、1788年に助釈を申請したが失敗に終わった。1791年4月、奴隷貿易の廃止に反対して演説し、奴隷貿易廃止に反対する理由は20もある。その一つ目は、奴隷貿易の廃止が不可能であることで、したがって、 残りの19の理由を挙げる必要はない。奴隷貿易は好まれる商売ではない。肉屋も好まれる商売ではないが、マトン肉は好まれるという趣旨の発言をした。1795年2月12日に死去、長男リチャードが遺産を継承した。1758年9月21日、デボラス・スキナーと結婚、4男2女を設けた。ありがとうございます。